スカイライフ SDK のチュートリアルを始めます。よろしくお願いします。ではまずこのスカイライフ SDK のアイコンをクリックします。スカイライフし、スカイライフ SDK は、ドローンをプログラミングできるための魔法のツールになります。これでいろいろなかっこいいことができるようになります。まあ、そこで、まずドローンの機種を選んでいただくのですが、スカイライフ SDK は3種類のドローンに対応しています。で、今回は、皆さんのパソコン上だけで行う場合は、このシミュレーターを使用しますので、スカイライフシミュレーターをクリックしてください。次に言語を選択します。スカイライフ SDK は幅広い年代の方に魔法、ドローンの魔法を使っていただくために、まあ、子供でも分かりやすいデザインになっています。まあ、今回は、多分成人の方が対象なので、漢字に挑戦してみるをクリックしてください。そしてもう一つ設定があります。この skylifeapi-jp.xml をクリックしてください。これで、そのドローン操作用の、まあ、ブロックが組み込まれます。では早速、プログラミングしていきます。今日はまずドローンが空を飛んだ後、3秒前進して3秒後退するというプログラムを書いてみましょう。じゃあまずこの離陸ボタンっていうのをドラッグ&ドロップしてここに移動してください。この離陸ボタンは 離陸ボタンは、まあ、飛行機とかでも離陸着陸ってあると思うんですけど、まあ、空を飛ぶために離陸をしないといけないんですね。こういう空を飛ぶものは。離陸しないと前進とか後進とか、あと下降とか上昇もできません。それではまず離陸をするという命令を必ずドローン飛ばす前に送ってください。で、離陸にはだいたい時間は3秒から5秒かかります。で、1回離陸するまでは他の、まあ、前進するとか後進するという命令を受け付けません。まあ、そのため、まあ、こういう5秒、3秒から5秒、ま、時間を待ってください。で、まあ、次に、前進1って入力します。この1っていうのは、1メートル毎秒の速度で進んでくださいっていう意味ですね。で、これはですね、3秒待つというふうに設定します。次に、また後ろに下がって元の位置に戻ります。これも3秒待つというふうにします。そして最後に着陸します。それではこのプログラムを実行してみましょう。で、それではこのブラウザで、まあ、Chrome でも Firefox でも何でもいいんですけど、このローカルホストコロン3005というところにアクセスしていただくとシミュレーターが開けます。では早速プログラムを実行してみましょう。プログラムはなんとこのブロックのダブルクリックだけで実行できます。それではこのブロックをダブルクリックしてプログラムを実行してみましょう。はい、では離陸しました。はい、そして前進しました。お、戻ってきました。それでは着陸です。はい、このようにプログラムの実行が成功しました。それでは今日作ったプログラムを保存してみましょう。この保存というボタンを押してください。そうすると、ちょっと待ってくださいね。この名前を付けて保存ですね。名前を付けて保存で、ちょっと待ってくださいね。あ、そうですね。このプロジェクトを書き出すんですね。すいません。例えば、ドローンチュートリアル。やって OK を押してください。で、このドローンチュートリアル XML っていうのを、まあ、好きなフォルダに保存してください。これで自分のプログラムが保存されました。はい、じゃあこのスカイライフ SDK チュートリアル第1弾はこれで終了となります。次回はキーボードなどを使ってドローンを操ってみようを行います。
で、このプログラムは、実機でも全く同じプログラムが起きますので、すぐにこのプログラムを、シミュレーターで作ったプログラムをすぐに実機で試すことが可能です。ありがとうございました。